プライス・ウーターハウス・クーパースは、ロンドンを本拠地とし、世界157カ国742拠点に27万6千人のスタッフを要する世界最大級のプロフェッショナルサービスファームである。デロイト・投資シ末、KPMG、アーンスト・ヤングと並び、世界4大会計事務所、コンサルティングファームの一角を占める。対象業務として、会計監査。 ディールアドバイザリー、ビジネスコンサルティング、税務、ホームなどを総合的に手掛けている。2009年にはニーベルッサム社が発表した最も魅力的な企業トップ50において世界第2位を獲得。2013年にはブランドフィアナンス社が発表したモーストパ o w e r f u l Brand in においてフェラーリ、グーグル、コカ・コーラに次いで世界第4位を獲得している。 また、ボルト社が発表した2013モーストプレスティジェス、アカウンティングファーム及び2014ベストアカウンティングファームにおいては第1位を獲得。なお、2012年においては売上ベースでも4大ファームのうち315億ドルで第1位となっている。略称は PWC。1998年、プライスウォーターハウスとクーパース ライブランドの合併により、プライス・ウーターハウス・クーパースが発足した。この二つのファームは19世紀にその歴史を遡る。1849年、会計士、サミュエル・ローウェル・プライスは、ロンドンに事務所を開いた。1865年には、プライスは、ウィリアム・ホーリーランドとエドウィン・ウォーターハウスとパートナーシップを結んだ。このパートナーシップの合意書は現在でも、 ロンドンサザークにあるビル、サザークタワーズの PWC 事務所に飾られている。ホーリーランドは後に独立したため、このファームは1874年以降、プライスウォーターハウスカンパニーとして知られるようになった。ンカンパニーの部分は後に省略されて消える。19世紀末には、プライスウォーターハウスは、監査事務所として名声を誇るようになり、 英米間の取引の増加で1890年にはニューヨークにも事務所を開いた。ニューヨークのファームは巨大化したほか、イギリス本部も大英帝国各地にファームを開業していった。各国のファームとは別々のパートナーシップが結ばれ、これがパートナーたちを地元企業との提携拡大へと向かわせるインセンティブになった。PW の世界規模の拡大は国際的な合併よりも 各国に置いたパートナーが独自に発展していったことに基礎を置いている。一方、1854年には、ウィリアム・クーパーがロンドンに会計事務所を開き、7年後には3人の兄弟も合流し、クーパー・ブラザーズとなった。アメリカでは1898年に、ロバート・モンゴメリー、ウィリアム・ライブランド、アダム・ロス・ジュニアとその兄弟 T ・エド・ウィン・ロースが、ライブランド、 ロスブラザーズモンゴメリーを開いた。1957年、英米の両者及び、カナダのマクドナルド・カリーカンパニーは合併し、クーパーライブランドとなった。1990年、英国のクーパーライブランドは、デロイト・ハスキンセルズのパートナーの一部と合併したが、デロイトのパートナーのほとんどは、投資ロスへ合流し、デロイト投資ト末を形成した。 両ファームは世界各国の大都市にファームを開いたり、地元ファームと提携したりしたが、各国の提携ファームは地元のファームを吸収することもあった。こうして、各国の地方都市にまでファームは行き渡り、急増する多国籍企業が、世界のどこで活動してもサービスが受けられるに、十分な体制が整った。また会計監査の需要の増加。 特に1930年代の世界恐慌や税体系の複雑化に伴いファームは大きくなった。会計業界は世界規模のサービスの必要性や急増する訴訟費用に対応するため、1980年代から規模の経済の優位性を求めて巨大合併を行うようになった。PW はアーサー・アンダーセンとの合併を模索したが、 両者の利害相反が大きく交渉は破綻した。1997年、PW とクーパースは巨大化を求めて合併を発表し、翌1998年現在の PWC が誕生した。さらに、PWC はロンドンの中堅法人グラントソントンインターナショナルとも合併しようとしたが、これ以上の巨大法人が誕生し河川が進むことは、 独占禁止法にも触れることであり話は流れた。PWC の企業形態は LLP と呼ばれるものであり、その法的構造は通常の企業とは大きく異なる。世界規模のファームは実際には自律的に経営されるメンバーファームの集合体である。すなわち世界各地にある大半のファームはフランチャイズ経営ということになる。各地のメンバーファームを経営する。 シニアパートナーたちが世界本部の経営人となる。また、イギリスに本拠を置くプライスウォーターハウスクーパースインターナショナルリミテッドが参加に置かれ各ファーム間のコーディネーションを担当する。その他、PWC の社員のための人的資源サービスやホーム部門も持つ。PWC が提供するサービスは大きく次の通りである。大企業に対する会計監査は 世界的に大手ファームが加戦し、成長の余地がなくなってきたため、各ファームは企業に対する経営コンサルティングに力を入れるようになり、ここから巨額の手数料を得るようになった。特に1990年代、他国籍企業が SAPR3 などに代表される経営資源管理ソフトウェアを導入するなどの理由で、コンサルティングの需要は急増した。 しかし経営の内部に関わるコンサルティングと外部からの監査を同一ファームが行うことは利益相反になるとの指摘もあった。2002年にアーサー・アンダーセンがエンドントワールドコムの不正会計事件で消滅し、アメリカの証券取引委員会は監査の独立性のルールを厳格化した。このため経営コンサルティング部門とファームの中核である監査部門との分離が求められ、 大手ファームはコンサルティング部門や子会社を売却した。PWC も2000年にはヒューレット・パッカードにコンサルティング部門を売却しようとして失敗し、2002年には分社化を模索したが、結局2002年後半に IBM への売却を発表、IBM ビジネスコンサルティングサービスとなった。IBM へ売却した後も一部のアドバイザリー業務は続けていたが、 売却時の競合非記定が執行した後に PWC はコンサルティング部門の再設を図るようになった。2009年 PWC は連邦倒産法第11章を申請したベリングポイントの一部を買収し北米及びアジア地域におけるコンサルティングプラクティスを拡充した。2011年6月24日には グローバルコンサルティングファーム PRTM の統合を発表2014年4月には経営戦略コンサルティングファームブーズカンパニーを統合している一般事業会社でいう売上高にあたる業務収入ベースで2012年にシェア1位となっている地域別には欧州北米が全業務収入のおよそ8割を占め特に 欧州だけで全体の5割程度を占めている。また、ファームの主な事業である、監査業務から得た収入が全体の約50%、税務が約30%、コンサルティングが約20%となっている。PWC ジャパングループは、プライスウーダーハウスクーパースの日本におけるメンバーファーム。日本においては、 監査、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、ホームを中心に、金融、資本市場に関する、総合的な研究、サステナビリティ分野の専門サービス、コンプライアンステスティングに関する支援の提供、危機対応、信頼回復支援に関するサービス、ソフトウェアライセンス再販売、ソフトウェア保守サービス及び、PWC 保有のビジネスソリューションの販売サービス、 不動産などの新託受益権やファンド蘇生に関連する募集の取扱い業務に特化したサービス、PWC メンバーファーム向けの人事、総務、経理、マーケティング、IT などに関わるコーポレート業務とサービスごとに法人は分かれているが、PWC のブランドのもと、あらゆる業種の企業、公的組織に統合的なサービスを展開している。A PWC が新た、監査法人を新設する以前に、日本に存在していた、PWC メンバーファーム、ミスズ監査法人は、監査クライアントが5000社を超える巨大なファームであった。しかし、金棒の粉飾決算事件を引き起こし、金融庁から、監査業務停止命令が下る見込みとなると、A、PWC は、中央青山監査法人とは別の、 PWC メンバーファームとして新た、監査法人を日本に設立した。しかし、この際に、中央青山監査法人から新た、監査法人に移管された監査クライアントは、トヨタやソニーなどのごく一部であった。後に、ミスズ監査法人が解散した際には、クライアントのほとんどが、他の競合監査法人に移管されたため、現在の PWC の日本における、 監査業界シェアは数パーセント程度となった。一方、ミスズ監査法人が解体されていく中で、同法人の京都事務所は京都監査法人として独立した。京都監査法人は当初は PWC の協力ファームという位置づけで、京都監査法人自体は PWC メンバーファームではなかったものの、2013年3月15日に、 PWC のメンバーファームとして加盟し、名称も PWC 京都監査法人に変更した。プライスウーターハウスクーパースコンサルタント株式会社はかつて存在した日本のビジネスコンサルティング会社。2009年5月、連邦倒産法第11章の適用を申請し、事実上経営破綻していたベディングポイントの日本法人が プライスウーターハウスクーパースコンサルタント株式会社として PWC メンバーファームに参画を発表。監査、税務、アドバイザリーにビジネスコンサルティングを加えることで PWC メンバーファームとして総合的なソリューションを提供している。2013年に PWC サイバーセキュリティセンターを設置し、サイトウィリアムを顧問として招き入れた。 2017年に斎藤ウィリアムの経歴詐称が判明し、内閣府も PWC も斎藤ウィリアムに騙されていたことが判明した。1935年にプライスウォーターハウスが映画芸術科学アカデミーから依頼を受けて、以来、長きにわたり PWC はアカデミー賞の投票集計業務を受け負っている。秘匿性を担保するため集計作業は、 意図的に手作業で行い、またプレゼンターが壇上で受賞者の名前が記された封筒を開封するまで受賞者の名前を知っているのは PWC のパートナー二人だけとなるよう集計の作業工程を工夫している。しかし2017年の第89回アカデミー賞では PWC の担当者が作品賞はムーンライトに贈られると書かれた正しい封筒ではなく ララランドに送られると書かれた主演女優賞の予備用の封筒を誤って司会者に渡してしまい、ララランドが作品賞であると誤って発表される混乱を生んだ。プライス・ウーターハウス・クーパース、世界の学生が選ぶ最も魅力的な企業で第2位 p w c has been ranked as the f o r most とパワフルブランド in the world in the i n d ト。p e n d e n t ブランドフィアナンスグローバル500ブランドレーティング、f o ー the third y e ー r i PWC、ランクトアズザモストプレスティジェス、アカウンティングファームインボルト、エスアニアルアカウンティングサーベイ、PWC リーチズアグリーメントインプリンシプル2、アクワイアポーシャンズオブベリンポイントノース、アメリカンコマーシャルサービスビジネス、ハット p w c, involved, p w c, North, p w c f i 2 0 1 2グローバルレバヌズ、 大豆通 31.5US ドルビリオン4大監査法人京都監査法人が PWC のメンバーファームとなり PWC ジャパンに加入 PWC サイバーセキュリティセンターを設置3名の有識者昌平2017年に100名体制へビジネス IT2020 年8月10日閲覧斉藤ウィリアム広之氏に国家機密横流し疑惑 会計ニュースコレクター。2020年8月10日閲覧。オスカー投票管理で70年。プライスウォーターハウスハットケネディ、メイブグリアソン、ジェイミー、PWC Issues Apology After Oscars ベストピクチャーエンベロープミステーク。ザ・ガーディアン、衣春0261から3077。https、www.tguardian.com フィルム、2017。 フェブラリー27プライスウォーターハウスクーパースイシューズシンシアアポロジーフォースカーズブランダー2020年8月8日閲覧ありがとうございます